はい、では今回の動画も引き続き原さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは何でしょうか？はい、今回のテーマが企業内で自社でコンテンツを作っていきたい、自社でライターを育てていきたいっていう方に対しての注意点をお話ししたいと思います。企業がコンテンツを内製化していくっていう話に関しては、僕も結構お客さんからですね依頼がありまして、ただ内製化するにあたってまあ問題点あると思うので、その辺ちょっと深掘りしてお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず企業がコンテンツを内製化するメリットっていうのはどういうところにあるんですか？具体的に2つあると考えてます。1つ目が企業ならではの知見をコンテンツに盛り込めるというところです。どうしても記事を書こうとして知識がない人が書こうとすると、周りの記事から情報を集めてそれをまとめ直すみたいな記事の作り方になるんですよね。ただ企業の中で記事を作ることによって、直接のお客様の体験談の話だったり直近の事例の話を盛り込めるので、そこが大きなメリットかなと思います。というのも、一次コンテンツ、一次体験があるコンテンツっていうのを評価されやすいっていう傾向に Google があるので、体験談をどんどん盛り込んでいくと、それだけで他の記事に比べて順位がつきやすくなる傾向はあると思ってます。2つ目がメンテナンスが簡単であるというところです。自社で全く作り方を分からずコンテンツを外注いただいた時の問題点っていうのは、情報が古くなった時にどう対処していくかというところなんですね。情報が古くなったら書き換えてあげないとどんどん価値が下がってしまうので、定期的に記事っていうのはリライトする必要があります。ただ自社内に全く知見がないと、リライトして情報を新しくするときに必要な情報まで抜いてしまって、結果として順位が落ちてしまうというリスクがあります。なので一度自社内でコンテンツの作り方を知っておくことで、一回外注で頼んだとしてもその後自分の中でメンテナンスができるっていうところで、コストメリットもあると思ってます。でも逆にそのコンテンツの内製化によって起こる問題っていうのもあると思うんですが、デメリットっていうのはどこにあるんですかね？そもそもコンテンツを作るのが難しいっていうところが一つあります。というのも、特に新規メディアで作るときなんですけども、順位がなかなかつきにくいというところがありまして、コンテンツを書いても半年ぐらいは全く結果が出ない時期っていうのはあります。これはプロのライターが書いたとしても同じ状態で、最初はしばらく新規のサイトというのはなかなか評価されない、情報自体の信憑性が低いという判断をされるので、いい記事を書いてもなかなか順位に現れないっていうところがあるんですね。ただ自社で全く知見がないまま始めてしまうと、それが自分の記事が悪くて順位が上がらなかったのか、それともそもそもまだ評価されてない時期で待てば上がってくるのかっていうのがわからないので、記事の良し悪しを自社で判断できないってところが難しい理由の一つです。これに関してはおそらくまず SEO 全体を見れるディレクターの能力と、あとはそのディレクターの指示のもとを作成するライター側の能力っていうところがかなり重要になってくると思うんですけど、内製化が難しい理由っていうのは、どういうところにあるんですか？2つありまして、1つ目がまず人材確保が難しいというところがあります。というのも、記事を書くのって時間がかかるもので、実際に私その内製化のお手伝いの仕事を何件かさせていただいてるんですけども、やはり本業と一緒に進めるとなると、週に1記事よくて2記事ほど出すのが限界だなとおっしゃる方が多いです。でそうなると、書けても月に5記事から10記事しか一人しか書けないので、そもそもある程度の記事数を集めるにはライターを集めなきゃいけない、そこがまず難しいです。さらにせっかく書いてくれる人がいたとしても、例えば業務で異動になってしまうと、育てたライターさんがまた書けない環境に行ってしまって、新しい人を育てなきゃいけないので、まず人材確保が難しいっていうのが一つです。でもう一つが、記事の良し悪しっていうのが分かりにくいっていうところが難しい理由です。というのも、例えば記事を出した瞬間にそれがいい記事です、悪い記事ですっていう判断をしてくれる人さえいれば、次の記事に生かすことはできると思います。ただ SEO の仕組み上、特に新規でコンテンツを作っていった場合は、結果が出て評価がつくまでに時間がかかるんですね。これは一般の方が書いた場合でも、プロのライターが書いた場合でも基本的には同じ傾向があって、新規でドメインを立てて新規でホームページを作ると、半年ぐらいは全く順位がつかない時期っていうのがあります。特に最近の Google の傾向として、古くからホームページを持っているページの方が優遇される傾向が若干あるので、なかなか順位はつきにくいと思います。ただ順位がつかないとなると、結局判断ができない、自分の記事が悪かったから順位が上がっていないのか、それともそもそもまだ判断される時期じゃないから記事はいいけど上がってないのかっていう判断ができないので、記事の評価ができないというところも難しい理由です。前回のその動画でも話されてたと思いますが、だいたいその新規で立ち上げるとき、例えば30から50記事を新しい素人のライターさんにお願いする
場合、社内の人数がどれぐらい必要になるんですか？大体本当に新規でゼロから書こうとすると、まあ、週1本ぐらいが限界だなっていうのがどの方もおっしゃっているので、30記事入れようとすると、まあ、8人ぐらいは必要になるかなと思います。それはちょっとさすがに企業も無理だと思うので、内製化させる場合は厳しいと思うので、それを解決するためにはどうしたらいいんですか？最初のある程度記事を固めて入れたい段階は外注しちゃうのがいいかと思います。外注をしながら社内で人を育てるっていうのを同時に行っていくのがいいかなと思ってます。はい、じゃあ例えばなんですけど、その新規でメディアを立ち上げるときに、まず最初30本をベースに入れていきましょう。ゆくゆくはコンテンツ内製化させたいですってなった時に、はい、全体の動きはどういう感じになるんですか？外注と内製化を両方する場合は、最初にキーワードを選ぶっていうところの立場をやります。というのが、はい、一番難しいのがキーワードを選ぶところだからです。キーワードがそもそも間違っていて、あまり上位が取れないようなキーワードだったりところを選んでしまうと、その後どんなにいい記事を書いても順位がつかないっていうことはあり得るんですね。なので外注でいただく記事も中で書いていただく記事も全体を総括してキーワード選定っていうところをしていきます。キーワードでまず全体を構造化させて、まあ、どういう方向に持っていくかっていうところを原さんが決めますと。で、はい、その後はどういうふうに進めていくんですか？特に内製化の方の方なんですけれども、最初に私が構成を組むっていうところまでを請け負います。というのもここもかなり大事で、自社でやろうとすると最初に自分で書きたいことを書いてしまって、分量はあったとしてもコンテンツの中で入れてほしい内容が全然入ってないっていう記事はかなりあるんですね。ただそもそも何を書くかっていうところが非常に大事で、キーワードがまずある、その後この内容を書いてほしい、その下に基本となる文章力があるという3段組になっているので、まずこの上の2段階を私が受け負います。で、内製化のライターさんにはまず記事を書くっていうベースの文章力を上げていただくところから始めます。具体的にその文章力っていうのはどれぐらいの基準といいますか、合格点まで達するのにどれぐらい平均でかかるものなんですか？イメージとしては一人の方に10記事前後でいけるかなと思ってます。ここでいう文章力っていうのは本を書くような力ではなくて、ウェブに強い文章を書くっていう力になります。具体的に言うと、ウェブの文章ってまず見出しの中の結論、一番言いたいことを最初に書いてある、その後に理由を書いてやるっていうような骨組みがある程度決まっていて、その方が読みやすい、そして評価されやすいと言われています。まずはその文章の型、ウェブらしい文章の型を書くところに注力していただきます。実際その内製化で、まあ、教育していったライターさんっていうのはどうですか？実際伸びてますか？はい、上がってきていて、もともと20位ぐらいをフラフラしている記事が多かったんですけども、しっかり添削した記事が1位になってる事例が多くあって、 PV も4倍ほどに伸びたので、ある程度書けるようになればその後結果はついてくると思ってます。じゃあちょっと内製化するにあたって、やっぱり必要条件として SEO に詳しいディレクターはまずいるっていうのが前提として内製化は進めるべきだと。はい、その通りです。繰り返しになりますが、はい、最初の SEO のキーワード選定、そして構成を組む力っていうところがないと、どんなに文章を書いても上がらないって状態になってしまうので、まずディレクターがそこをコントロールしてやるところ、ある程度骨組みができた状態で書けるところからスタートしていけばいいと思います。というのも、実はライターがキャリアアップするステップっていうのが、この文章を書けるようになる、構成を組める、キーワード選定をするっていうステップでキャリアアップしていくんですね。ただ内製化しようとすると全部それ丸ごと受け負うことになるので、キーワード選定をして構成を組んで文章を作るっていう本来の育成のステップと逆の方向性で進んでいくことになるんです。ここがかなり難しいポイントかなと思っていまして、実際のキャリアアップで実力をつけるステップと同じ、下から積み上げていくっていう形がいいと思ってます。実際に例えば優秀なディレクターを入れて、一部は外注で一部は内製化を進めていく、で、はい、その外注の本数をどんどん減らしていって完全内製化にスイッチするまでに、外注する先っていうのはどういう方法でライターを探すのがいいんですか？例えばランサーズで文字単価1円のところに発注する企業さんもいるじゃないですか。優秀なディレクターがいれば文字単価抑えられるでしょうと。それってどうなんですか？私は個別でライターを雇うよりも一括して委託する形がいいかなと思います。で、なぜかというと、ランサーズのよう
ように一人一人を個別に雇っていくと、まず全員と連絡を取るってところが面倒くさいの、そこに時間が結構取られます。今特にランサーズ応募する方が非常に多くてですね、1日で80人とか募集が集まっちゃうんです。そうなるとまず提案文を読むだけでも1日かかってしまうっていうところがありまして、そこがまずもったいないっていうところです。残念ながら結構ライター業界今初心者の方も始めたいっていうところでクラウドソーシング使う方増えているんですね。で実際仕事をしてみたら難しくてできなかったって言って途中で辞退される方も少なくありません。でそうなると例えば本当は5人にお願いしたいのに10人最初に雇って様子を見るだったり、人がいなくなった時にそこに置き換わる人をもう一回探し直すって作業があって、かなり採用に時間がかかります。なので一括でライターを全部手配していただく形で管理も含めてお願いした方が手間は減るかなと思います。企業のそのコンテンツの内製化についていろいろお話を聞いて、これ結構その工数がかかるというか時間がかかると思うんですけど、はい、時間がかかるってことは人件費もかかってコストがかかってくると思うんですよ。結局その外注するのと内製化させるのでコストのバランスっていうのはどういう感じになるんですか？外注した方が安いのか内製化した方が最終的には安くなるのか、これどうなんですか？正直な話、外注にした方が安いかなと思っておりまして、実際育成させていただいている企業様で見ても大体その育成にかかってる費用と、外注で支払っていただいている費用が大体トントンぐらいなんですね。でそこに企業の方の人件費だったり通常業務ができなくなる分の時間を差し引いて考えると外注化の方が安いとは思います。とはいえその内製化させるメリットもあると思うので、まあ、そこに関してはその企業、はい、その企業の戦略ではあると思うんですけど、じゃあ原さん的にはコストだったり、まあ、そういうトータルバランスを考えると、まあ、記事だったりディレクターは外注した方がいいんじゃないかということですかね？おっしゃる通りです。リライトする時の費用が落ちる、自分でおかしな情報があった時に書き換えられるっていうところが内製化のメリットだと思うので、一部内製化で人を育てるのはありだと思います。ただその場合でも担当者を1人ないし2人と少ない人数に絞って、その人数で後のメンテの部分は外注化しないで済むように育てていくのが一番トータルバランスがいいかなと思います。長期的に見れば内製化の方がいい面もあるので、都道でまずは外注メインにして、それと同時に時間をかけて内製化、社内教育をしっかり進めていく、はい、まあ、それが一番進めやすいというか企業にとってはいいんじゃないかということになるんですかね？おっしゃる通りです。はい、わかりました。今回は企業がコンテンツを内製化する方法ですね、内製化するときにまあどういうことをした方がいいのか、その時の注意点についてと解説していただきました。もし企業でコンテンツを内製化させたいという場合は概要欄から原さん指名でお問い合わせください。では原さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。